構お腹いっぱいです。あ、で今日はりんちゃんの舞台見に行ってきました。チケットあるよ。じゃん、見に行ってきました。ハガレン、すごい良かった、すごい素敵でした。ね、なんかさ、なんかちっちゃい時に見てたある、あの結構子供ながらにはかなり衝撃的だったワンシーンがあったんですけど、ちょうど今回の舞台であのやってたのがそのシーンで、なんかもうね、その登場人物出てきた瞬間に、あ、もうこれ私があのちっちゃい頃に見た衝撃的なシーンだってわかるわけよ。うわみたいな、なんか動物いてちっちゃい子いてわーみたいな思ってたんだけど、そう、そのシーンですごい目つぶりたくなるところとかあったけど、けど面白かった。ね、今日雨やばいよね。もう前髪がだから死んでます。スネオくんみたいになってて、前髪がもう、最近ほんとだって3日連続舞台見てるからね、すごいよね。すごい幸せな環境です今だから。舞台、毎日のように舞台見れて幸せ。やっぱ見るのはね楽しいね。そう、ももちゃん大西に誘ってもらって、そうやってきました。ももちゃんと行って、その前の日に一人でも行ったんですよ。だから2日連続で行って、で、なんて言ったらいいの、あのサラサラヘアのイマジンさんと久しぶりに会って、そう、一回見に行った時、そのどんでん返し梅坊さんの舞台を1回目見に行った時に、なんか後ろの方にね、イマジンさんらしき人はいたの。でもあの一時期見てたあのくるくるのヘアじゃなかったから、なんか似てるけど違う人なんかなって思ってたんやけど、でもやっぱりイマジンさんでした。あ、髪染めてないのよ。でも そろそろ染め直しに行くよ。なんか本当はね、朗読劇の千秋楽の日までには染めようと思ってたんだけど、なんか予定が合わなくて、もうことごとく行けてないです。期待早く。いや、な、いや、もうね、10回見るべきよ、どんでん返し。どんでん返し、ほんと何回見てもなんか飽きない、ほんとに飽きない、飽きないです。あ、で今日結構ミスドを食べてくれてるね、みんなのね SNS をかなり見てて、今日すごく嬉しいんだけど、もう桜が売り切れてるらしくて、いや、ナルタオの影響力ってすごいね。ナルタオの影響力だね。わらわら喉に詰まった。わらわら、いや、ただただミスト食べたいねってなってミスト食べることになりました。ご飯ゲットミストどっちがいいみたいな、なんかご飯食べようってなって、でそのお米系かスイーツどっちがいいかなみたいな。でもともとね、まあずっと話したのはミストだったので、そう、いや、もうミスドの口だよってなって、もうミスド食べる気で今日来たんだからってなって、そう、ミスドでね、ミスドをさせてもらいました。
ね、食べたくなるよね。ちっちゃい時ほんと好きだった。今も好きだからさ。そう、あ、さっきミスト行ってきたって。ナイス、いいね。なんか私と好きなもの全部一緒の人もいて、え、すごい。ありがたまです。そう、ミスドはミスタードーナツの略だよ。どうしたの急に。え、いつから配信してないっけ。ココちゃんと会った下岡愛で共演した時は話しましたっけ。この前のフォー公演。あ、そうそうそう、ポン・デ・リングのさ、裏と表あるの知ってた？私本当に知らなかったんだけど。いや、今日巻いて、なんか雨だからさ、髪の毛ボサボサになるからもう巻いて紛らわしてるけど、やっぱもうボサボサです。よいしょ。え、だよね、知らない人絶対いると思う。そう、私そんな考えてなかった。紛らわしてるね。ドーナツなんか食べるっていう方にしか意識なくて、そう、ちゃんと見てなかったから。そう、まあミスト食べたくなるよねっていう飯テロな動画でした。あれは今日は、いや、今日はレッスン中ではないんだけど、でもちょっと体動かしに来ました。体動かして、そうそう、遅めにさ、ご飯食べちゃったから、夜ご飯食べるために 動きに来ました。 はい、そういうことです。そういうことなんです。ついでに練習しに そう、だから誰もいないから、スカートでバリバリ踊ったよ スカートで、そう、スカートひらりしながら踊ってきたよ。やっぱさ、ご飯おいしく食べるためには動かないとねっていうのよね。大事よね。しかも今日雨だからさ、動画あげない あげないよ、スカートひらりだからダメだよ。スカヒラ踊ったわけじゃない。スカヒラ見せない。見せないよ。履いてるよ 何言わせてんのさ。まあね、そう、動かしてきました、体。そう、今日の服装ちょっと気に入ってる。かわいい、かわいいよ。ドクター・マーチンに黒のスカートに、これにこれ、白いやつ、ダメージついてるやつで、めっちゃ、だからここら辺がさ、すごいいろんなところに引っかかるから、もうビョンビョンなってきた。じゃじゃん。どうやって見せたらいいんだろうね。なんか見せ方むずい。お、ちょうどいいじゃん。ああ こっちか。こんな感じでーす。イェイ。スカート、オレンジにこれにドクター・マーチ。可愛くない？今日はちょっと可愛くしました。で、カバンこれ。一時期これ流行ってたよね、ちっちゃいやつ。
ね、おしゃん。嬉しい。なんかゆるふわ、なんか甘辛ミックスが好き、服結構。今バッグ何流行ってんだろうね。でもどんどんちっちゃくなってるんだろうなとは思う。なんかちっちゃいバッグ流行ってません？それはすごい思う。今の流行りのバッグなんだろうね。ボストン、なんて言ったらいいの、なんかちっちゃいバッグ流行ってない？とりあえずとりあえずちっちゃいバッグ流行ってない？それしかわかんない。あー、スマホしか入んないサイズのやつね。なんならスマホになんか私もついてるけど、こういう首から下げれるやつをスマホにつけるやつ流行ってない？みんな結構つけててさ、流行ってるんやろうなって。最近買った人いる、やっぱ。そうそう、私もつけれるやつ、首から下げれるやつ、なんかめっちゃいろんな人がさつけてるなって思う。マリアの舞台も行きたい、行きたい行きたい。なんかね、 AKB さメンバー多いからさ、いろんなメンバーがいろんな舞台出てるともう回んなくなる回んなくなる。なんか今回リンちゃんの舞台はね、あの他にも共演者の方で、あの映画に出てる方がね実は出演してたりして、そう、それでね、吉田メタルさんがそう映画にも出ててね、で共演者の方がりんちゃんの舞台他にも出てて、そう、それでね見に行ったんですよ。吉田メタルさんって方がね、そうりんちゃんの今の舞台にも出てるから、そう、それで見に行ったのよ。ゆいはんさんとは連絡取ってます。なんかね、もうなんかスケジュールが合わなくて、そう、それで、でも今月もねすごいね、なんか何回か会う日決まってたんだけど、スケジュールがなんかやっぱレッスン入りましたとかそういうのでね会わなくて、そうなんだ。でもスケジュール一応立ててはいる。なんかこの日会いましょうっていうのは一応決めてて、だからその日ね会えたらいいなって感じ。31千秋楽か。奈々さんのさ卒コンとかもあるからバタバタしとるかもしれん。でも行きたいな。確かになんかゆうはんさんもにゃおさんもそうだけど、なんか年一とかじゃなくて全然なんか結構空いてる気がする。なんかねゆうはんさんとはなんなら月一ペース並みに合ってる気がする。で前やったの2月だっけ、1月だっけ。なんかでも結構定期的に2ヶ月に1回ぐらい。でもさ年一でしか会えない友達いるのもなんかいいなって思う。なんかそのなんか会える回数じゃなくて、なんか1回でもなんかちゃんと愛、なんか友達としての絆があるというか、なんかそれも素敵だなって思う。毎日会えないけど仲いいみたいな、いいなって思うね。あ、なんかそういうのいいな。なんか毎日会えなくてもなんか定期的にというか年一とかでもそう会う友達いいね。なんかそれこそアベメイとかそんな感じかも。なんかめっちゃ毎日会えないし、なんなら今ね住んでるところも違うしそう活動自体も違うけど、たまに会える
たまに会って会える人、そう確かにいるよね。ユーナとのお茶会はなんかユーナとも、なんかユーナが忙しいのよ。ユーナが忙しいのユーナが忙しいのよ。あの本当に忙しいのユーナがユーナも友達多いし、あと結構さなんかね、いろんなイベントとか出てるじゃん、公演とかも出てるからさ。そう、それでなかなか、あの方も仕事人間なので結構そう予定合わないね。でも、まあ、今月会えたらいいねとはなってて。そう、パンカツのサブちゃん、いやあげたいなと思ってます。それこそセリカとも今月も約束してる一応で行こうねってなってますので、楽しみに。そうゆうなさんシンポジいっぱい覚えてるじゃん、なんか本当にすごいと思う私本当にシンポジ覚えるってなったらひいひい悲鳴あげちゃうからさ。そうでもいろいろポジション覚えれるのって楽しいよね、憧れではあるよ。そうクレープ活動とか全然できてない。あでもあのクレープ活動1段目で食べに行ったあのクレープ屋さんのあのグレープフルーツが入ってるクレープが本当に美味しくて、この前2回目食べに行きましたそうこの前2回目食べたよ、美味しかった。やっぱあーサムネイル、そうだね、過ちとかやってみたい。過ちとあとバケットやってみたい。そうあとまた木体も出たいそれこそあのはるかさんが先輩みたいになってるけど、はるかさんがあのみゆさんと木体出たいですってこの前サムネイルの時言ってくれて、え嬉しいってなったなりました。待って、あ、雫公園いいよね、雫公園も大好きですね。私もはるかのパフォーマンス好きよ。誰が私を泣かせたん時とかなんかキュンってする最初一緒に歌い出しなんだけど、なんか背中さくっつけてる時さ、なんか心強い、すごいなんかすごいね、背中からねパワーを感じるよ。うん、それはタオさんです。あーアイドルなんて呼ばないでね。私めっちゃ前にやったよ、めっちゃ難しくてびっくりした。なんか振り付けがすごいさ細かくて、前に一回やったからいけると思う。サザエでございます。あと私今時計見えないので皆さん時間教えてくださいそう20時前にはやめようかな、ランキング発表して。あでも意外と22分しか経ってないわ。髪色うれしい、ありがとう、みんな教えてくれてありがとうございます22だね、にゃんにゃん。髪の毛は伸ばしてるつもりもないけど短くするつもりもないから、今は
放置放置。でも一応まあ伸ばす気ではいます。伸ばそうかなって、なんか切ろうとは思ってないよ、とりあえず。あ、そう、生誕って届くの楽しみにしててください。あ、あとあのお話し会ね、10部完売しました。ありがとうございます。オンラインが全て完売となりました。嬉しい、ありがとうございます。みんなのおかげです。はい。でリアルがね、まだ余ってるそうなので、はい、リアルで会えるの今回からやっと会えるから、そう、やっと会えるのでお待ちしておりますで、そのリアルでやるカエルなんだけど、あのカエル届きました。実物じゃなくてカエル、私が用意するあの変装道具のカエルが届きました、家に。なんかいい感じでした。いい感じのカエル、なんかみんなが見たら、あーカエルだねってなるカエルどんな感じかはまあお楽しみにって感じなんだけど、いや顔見えるカエルではあるから安心して、そこは。でもなんかカエルちゃんとそう、あ、ちゃんとかわいい、かわいいよ、かわいいカエル。まあどんな感じかは、でもちょっとおしゃれなカエルかもしれんな。まあ何もね、情報入れずに来てくれたら楽しめると思う。うん、だからみんなもまあ楽しみたい方は一緒にカエルになろうっていうぬめぬめはせんよ。あ、家ですか？お待ちしてます。おたまじゃくしで来てくれるの？待ってるね、のび太エサ？みんなの愛情を持ってきてください。私服でいいですよ無理にカエルになるとは言いません。言わない言わない。わ、ツーショットあるかな？ツーショットある人はカエルで来てもあり。やばい、どんどんなんか生き、どんどん若くなっていく。ツーショットあったらさ、よくない？カエル同士。わら。あ、なかったか、ツーショット。ツーショットリアルでもしたいね。楽しみだわ。楽しみだわ。今日雨すごいから早くお風呂入って寝よう家帰ったら。あ、でちなみにさ、え、みんなみんな、あの告白お話し会でさ、5月6日の3部に告白するって言ったじゃないですか。あれは、え、なんて言ったらいいの、なんて言ったらいいの、私から皆さんへの愛の告白だからね。だからそう、なんか実は何歳でしたとかそういうわけじゃないからねそうだよね。そう、今回のシングルの名前が、そう、今回のシングルの名前が、あの、なんだっけ、好きだみたいなやつやったやんどうしても君が好きだ、
どうしても君が好きだみたいなやつやったやん、にかけて、そう、ちょっと私から愛の告白をさせてもらおうかなっていう、どうしてもまあ、ねが好きだみたいな、そうタイトルにかけて、そう好きだっていう気持ちを、まあどういう言い方にするかは分かんないけど、告白させてもらいますみたいな感じの意味合いですからね。そうだからそういう意味合いなので、本当に今回のお話し会が始まってすぐの部の3部だけさせてもらおうかなと思って、そうそういう意味だからね、みんな来てくれてありがとうっていう、なんかリアルで会えるのもすごく嬉しいし、そうまあ言われたら全然何か告白もしますけど、なんか実はないないでしたみたいな告白も全然言ってもらえたらするけど、そうそういうことをするから、やっぱねやっとできるリアルお話し会の一部目なので、そうまあ来れない方もいるかもしれないんだけど、そうまあみんなが来てくれたら嬉しいなってことでやろうと思って企画してみました。そう、まあ3部でいい感じだったら、でも今のところ3部だけにしようかなって、やっぱねお話し会した後の部なので、3部が5月6日の3部がやっぱやっとみんなに会える一番最初の部なので、そうせっかくだからできたらいいなって思って、だってやっと会えるんだよ、やっと会えるんだから何かしたいじゃんってことで、イベントとかで会ってたけどね、イベントとかで会ってはいたんですけど、いたんだけど、やっぱこうやって直接話せて、握手はできないけどリアルで話せるのは、そうなのでっていうことね。ケロケロやでというケロケロやで。あ、全然ファンの方からの告白もありですので、はい、楽しみだわ。そうそう、ラビジュールのイベントとかもあったからさ、そうでも AKB のお話し会としてはやっぱ、ね、やっとできるお話し会の一発目なのでね、はい、楽しみにしとこ。楽しみ楽しみ。あ、4部の方告白してくれるの？え、それも全然告白してくれるのも大歓迎。大歓迎。オンラインではまだする予定ないんだよね。オンラインではさ、なんだっけ、パジャマとツインテールで皆さんを出迎えする予定なんですけど、そう、どっちかがパジャマでどっちかがツインテールなんだけど、まあそういう感じで、そうやってます、準備はしてます、そんな感じの準備はしてますね。なんかツインが結構みんなさ、
ツインテール結構みんなに好評で、なんかびっくりしてるびっくりしてる。あんましないからかな。でもポニーテールもみんな好きじゃんね。あ、パジャマで全力おはよう選手権いいね。え、面白いね。え、するパジャマの日、オンライン、じゃオンラインお話し会のパジャマの日は全力おはよう選手権する。でもさ、みんなで集まるわけじゃないじゃん。やっぱ個々でさやるからさ、どうしようか。めっちゃ私のあの塩梅になっちゃうよでもめっちゃおもろいやんそれ。ね、オンラインの2日目がなんかそうツインテールする予定なので、パジャマツインテールはする予定ないけど、え、パジャマもさどういう感じにしようかなって悩んでる。ね、もりもり。楽しみだな、面白そう。最後の図ではおはようじゃないね、さすがにね。確かに。そう、いや本当にあのオンラインの方はマジリアルパジャマです。うんそう、リアルパジャマなので。あと場所的にも本当になんかリアルだと思う。ポニーテールの日ね、一応ある、あるよ確か。ポニーテールの日作ってた気がする。ん、作ってなかったっけ、あれどうだっけ。なんか今思い出せるのは、まあ、カエルの日、あとなんか倒り姫が願い聞くよっていう日、織姫様にかけてなんかミュー姫悩んだのよ。ないっけポニーテール。あれじゃあどっかで入れれたらいいね。そう、そう、織姫様でなんかミュー織姫は違うやん。あ、タオリ姫ってつながると思ってタオリ姫にしたのよあ、6月17日ポニーテールだっけ。え、でもそう、ポニーテールの日作った気がする。あ、6月17日がポニーテールらしいですよ皆さん、らしいです。ねえタオさん恥ずかしい。ねえ、でもお話し会のやつこうやっていろいろ考えると当日が楽しみ。今日はないないだから、そう、どんな感じにしようかなーって楽しみになるフブ言ってる。やった、ポニーテール楽しみ。うん、まあお待ちしております。そう、今また申し込み期間が始まってるのでね、待ってます。そう、お、ご飯行ってらっしゃい。早く会いたいでござる。ござるござる。え、ブラッシュアップのドラマ見てる方いますか、この中で。え、私の生誕雫でやりたいよ、正直ね。やりたいけど、なんか時期的にどうなるか分かんないよねっていう。あ、見てる人いる、ブラッシュアップ。いや本当に面白くてね、大好きなんだよね。すごい見てます今。そう、ね、ブラッシュアップライフ面白いよね。
そう、なるも見ててさ、そう面白いよねっていうそれこそなるとこの前お仕事でブラッシュアップもどきの動画を撮りましたブラッシュアップの中のあるワンシーンに似てるシーンが撮れる時があって、え、これこうじゃんみたいんで、あの、まあ、なるの趣味として撮ったんですよ。そう、面白かった。 YouTube じゃないです、本当にあの趣味、本当に趣味で撮ったやつ。編集中じゃない、全然全然、もうワンシーンだけだもん。そう、こういうシーンあったよねみたいな感じの。あー、いるいる、めっちゃ聞かれてる、やだ、アップしないよ、アップしないよそう、ブラッシュアップ本当に面白いから、そう、安藤サクラさん面白い、あとカホさんも好き、カホさんね、私ああいう感じ好き。うん、あとなんか終わっちゃってから気になってるのは、なんか翡翠探偵なんだっけ、翡翠霊媒師なんだっけ、あ、カティ、かまちゃんタワーありがとうございます。そう、サイレント見てないんだよね。霊媒探偵だっけ、うん、私も全然テレビは見てない。なんかドラマとかは見てる。霊媒探偵翡翠だっけ、そう、あれ面白い。てかバカリズムさんのやつ好きかも。なんか前にやってた架空 OL? 空想 OL? なんかそのバカリズムさんもなんか OL さんになってて、 OL 日記か、そう、 OL 日記もマジで好き、面白いんだよね。あ、どうする家康、ほんと気になってた。そう、 OL 日記面白いよあれも面白い。ね、OL 日記も好きやな。なんかちょっと笑えるのが好き。探偵は早いだっけ？早い探偵だっけ？そう、とか。ああいう笑える感じ好き。なんか泣ける感じ、泣ける感じはなんか見なくなった、あんまり。どちらかというとなんか切なくなるよりかは楽しくなるドラマの方が見るようになった気がするわ。そう、あ、あれも好き。うちの娘は彼氏ができないだっけ。そう、そういうのも好き。箱詰めとか本当に好き。なんかよく TVer とかでね、配信してくれるのよ。すごいたくさん配信してくれてて、箱詰めとか、もうそういう時にもう 2,3 回1話を 2,3 回ぐらい見る。そう、コンフィデンスマンとか、そう、今ケース配信で無料で結構見れるのよ。だからネットフリ入ってなくてもめっちゃ見れちゃう。そう、それこそ最近戸田恵梨香さんが好きになった戸田恵梨香さん好きになってきた。
そんな感じです、最近のドラマ事情。私の、いや増える、好きな俳優さん。母性見てない、すごいいい母性。いや気になるって、東野圭吾さんだっけ、東野圭吾さんじゃないっけ母性って。あ違うか、違うよね、東野圭吾さんじゃないわ。ペペペなんだ、誰だっけ。あギャルさんも TikTok で流れてるのは見る。かなえさん、え、そうだよね。え、名字なんて読めたっけ。で、その人のやつ見たことあるな。みなとかなえさんだ。そう、みなとかなえさんのやつ。いやすごい素敵な。みなとかなえさんだ、うん、あれも好き、リーガルハイ。リーガルハイも好きだな。ね、懐かしい。なんか昔のドラマもすごい好き。めっちゃ全部知ってるわけじゃないけど、うん、そう、なんか最近のドラマっていうよりもなんか昔のドラマで好きだったやつを何回も見てるかもしれない。リーガルハイとか、あとなんだっけ、そう、箱詰めほんと好きだし、例えばなんだろう、あのね、堀北真希さんがねすごい好きで、だから堀北真希さんが出てるドラマとか結構見る。なんだっけ、堀北真希さんが、あ、そう、イケメンパラダイスとか、それこそ堀北真希さん出てたやつとか、あとあれだ、あとあれも、あ、そう、のぶたプロデュースも見るし、そう、クロサギが見てないんだよ。そう、クロサギは見てないんだけど、ね、のぶたとか、あとあれ、あれあれ、あれあれあれ、あの、堀北真希さんがね、ホームレスの役で、そう、急にお母さんになる役なんだけど、そう、それもね、見るな。え、梅ちゃん先生大好きだった。いや、本当に梅ちゃん先生大好きだった。梅ちゃん先生は私が多分一番見てた朝ドラ。え、で、それこそ朝ドラで言うと、あの、永野芽郁さんが出てた半分青いを見返したのよ、それこそめっちゃ前だけど。そう、半分青いが好きだったの、個人的に。結構だから半分青いを見返したりとか、そう、たまにしか見てなかったから。あ、あたしんちの男子だ、そうそう、堀北真希さんの、そうそう、あたしんちの男子ってやつとかを見てたし、最近ね、朝ドラもね、ネトフリとかでやってるので見た。そう、長いけど、なんか一つが短いから、そう、かけ流しとか、まあ、ほ、頑張って見てたよ、見てたけど、そう、かけ流しとかでも全然見れた。そうで、半分青いの意味も改めて見ると、あーってなった。あ、スカーレットも見てた。でもスカーレットさ、記憶ないんだよね、あんま。見てたのは見てたんだけど、そう、あんま記憶なくて。でも椎名林檎さんの主題歌はすっごい覚えてる。あの曲すごい聴いてた。
あとなんだっけ、古田新太さんの俺のスカートどこ行ったとかも好き。ドラマの話ずっとしてるよね。あ、丸物置きって懐かしいね。で、丸物置きってはなんかあんま配信してないよね、丸物置きって。そうだから、そうね、俺のスカートどこ行った、面白かったよね。え、で、そう、俺のスカートどこ行った面白いじゃん。そうで、後から知ったんだけど、そう、映画でね、共演した阿久津さんが俺のスカート出てて、そうね、なんかびっくりしましたよ。びっくりしました。なんか、あの役のってなった。ね、ね、なんかそういうこともあるんだってびっくりしたよね。でもなんかね、舞台とかだからまたね、出れたらいいよね、いろいろね。あ、そう、ベジータさんと共演したのも懐かしいな。いや、その時もびっくりした。ベジータの声だってなった。ベジータの声だってなったもん。私も誰かに見てそう思われたい。なんか、え、あの役、あの役じゃんみたいな、あの役で出てたじゃんみたいな、なりたいね。ベジータ知ってるよ。そうだから、ベジータの声をなんか直接聞けて嬉しかったです、私は。そう、ストッツお腹すいた。ストッツお腹すいた。ストッツ眠たい。ストッツ眠たい。ストッツそろそろ終わる。終わる。ストッツそろそろ終わる。難しい。ストッツそろそろ終わる。ね、ほぼ私。あ、もうストッツそろそろ終わる。そろそろ終わる。そう、今日はちょっとミューカラの機材が揃ってないので、ちょっと今日はやんないんですけど、なんか研究したくなっちゃった、スティッチの声。そろそろ終わりまーす。そう、今日機材がないから見送らしないの。スティッチやってる時の顔が好きってどういうことよ。私の今の顔は。じゃあランキング発表しますね。じゃあランキング発表します。13位から読みます。なおさん、13位おめでとうございます。そして12位がジャーリングさん、12位おめでとうございます。
そして11位がテオネオさん、11位おめでとうございます。そして10位が YK さん、10位おめでとうございます。で9位がフィンド 4B さん、9位おめでとうございます。そして8位が梅田、8位おめでとうございます。そして7位が笑顔になるなるヤマピョン、7位おめでとうございます。なるなる。そして6位がナンナ48さん、6位おめでとうございます。そして5位がリムシおいちゅかえよ。そして4位がミホさん、4位おめでとうございます。そして3位がカティ、3位おめでとうございます。そして2位が無名さんですね、2位おめでとうございます。で1位がザゼロさん、1位おめでとうございます。いるちゅかえよ。はい、じゃあ14位から読んでいきます。 AK さん、黒芝のリコテンさん、ほのかちゃん、台湾よわらしさん、 KYS さん、ひでじろさん、ほわんさん、ウィンパディさん、井上よしひろさん、もしも鳥だったらさん、フロストさん、ピーシアさん、 XD さん、グリフォンさん、ゴールド888さん、プレッシーマイさん、中心さん、ユーマさん、鉄道好きコナンさん、オーハッピーデイさん、トットシー、カニミソさん、ファイトさん、 PTY さん、スミオイさん、ガスコインさん、アスラーヒデちゃん、 M さん、和田さん、ヌーコッパ、アヤカンちゃん、アデノシンさん、ミューパラゲシ、ミッチーさん、ヒロさん、ピーヌシーさん、カーニピースさん、スミレちゃん、ミッキーちゃん、サトリー、ニエさん、行政ウシタさん、シホコちゃん、サノシー、ネちゃん、タイさん、科学先生、シマヤンさん、ゆきびかりさん、ゆうとしさん、ヤマハさん、マホリンさん、カーズさん、松ぼっくりさん、ヨンオンニ、ミキトさん、メタルピーチさん、スタンリー氏、ハスケルさん、加藤 BB さん、ふっちゃん、ジェ田中さん、シオンさん、腰の鼓動は愛さん、ヤマちゃん、ルディエカさん、チャンヤーちゃん、ココさん、カズ888さん、チェンジ DC、ヘギョンニ、ドクタケさん、シギアンさん、アキタン、ヒデおじいさん、なべちゃん、スーパー神吉さん、ガッチャ7024さん、タグ JP さん、ヤナギさん、茨城のカトレナウシさん、ノンタ、ST ウサギちゃん、うなとりみゅうどんさん、クークーネルオ、ヨーコさん、ノブさん、はい、ランキングありがとうございました。じゃあスクショタイムいきますね。よいしょ。じゃあ皆さんの方でどういうポーズしたらいいかな。はい、ありがとうございました。なんか良い、めっちゃ花粉症、今日すごいかしむあれなんかくしゃみって言おうとしたんだけど、かしみってなんか言った気がする。今くしゃみ、くしゃみしちゃった。たくさん今日もくしゃみしちゃった。かしゅん、完全にかしゅんだったよね。そう、はい、スッツ、はい、じゃあじゃあ終わります。ありがとうございました。またね、ありがとう。優しく切るね。優しく切りますね。優しくね。スッツ、もとぬん、もとぬん、もとぬ、もとぬ。おやすみ、おやすみ。じゃあまたね。何してんだろう。じゃあね、おやすみだねー。
ちょっとスティッチまだ聞いたことない方はぜひ聞いてみてください、この後。じゃあまたね、ありがとう、切るよ、またね